こんにちは、しんじです。今回はですね、久しぶりにですねレーシングシミュレーター以外のものをですねレビューしていこうということで動画を撮っておりますが、今回レビューするのはですねこちらのこの、ドリップさんから出ているフロアパックバージョン2というですねバックパック、リュックサックですねを、レビューしていこうと思っております。僕のチャンネルではですね、冒頭でもお伝えしたんですけれども、レーシングシミュレーターというですね、まあ、簡単に言うとレースゲーム、車のレースゲームを、まあ、ちょっと高級な機材で遊んでいこうじゃないかというようなですね、チャンネルになっておりまして、ゲーム実況などもですねやっているチャンネルとなります。なので、まあ、ちょっとこちらの方にですね出てると思うんですけれども、まあ、こんな感じでですね、まあ、結構ちゃんとしたハンドルとシートとか、グローブをつけてだとか、本格的にやっておりますので、興味ある方はですねぜひそちらの方も、ご覧いただければと思います。はい、ということでですね、こちらのねフロアパックバージョン2なんですけれども、まあ、簡単にね、このフロアパックバージョン2を説明するとですね、通常のリュックサックというのはですね、上から下までこう手がズボって入るのが、通常のバックパックだと思うんですけれども、こちらはですねちょうどここですかね、この辺りでですね仕切りがあってですね上と下で分かれていると、なのでフロアパックと、ね、いう名前になっております。まずですねこのバックの上部ですね、上側にこういう感じでね、入れられる、浅めというか浅くもないけど便利に入れられるポケットがあると。これがメインポケットになるのかな、上側のメインポケットのところを開けると、まあ、これ買ったばっかなんでこういうのが入ってるんですけど、まあ、一応今はですね下まで貫通する状態になっているということですね。これね下まで貫通するようになっていると。で一応上下で下のところからですねこうやって開けると、ちょっと開けづらいぞこれ、こうね下が開くで上もこう開くで、これで通るようになってるんだけど、中がですねこうベルクロで止まっていて、これを剥がしの下を開けたところのここにこうつけると、こうつけるとですね先ほどまで下まで手が通っていたものが通らなくなると、ここに仕切りができると。なので、下段と上段が分かれて使えるようになるということですね。まずはですね上のところからちょっと見ていこうと思うんですけど、まあ、仕切った状態ですね、仕切った状態の上はですねこうやって開けて、こっち側は先ほどのその上段のポケットがあるので、まあ、何もないと。でこの背中側はですねメッシュのポケットが2つあって、で、一番背中側に16インチまでのノートパソコンが入るポケット、ああこういうタイプね、こういうタイプね、はい。で、背中側の PC が入るポケットの次のところに、これ多分あれですね iPad とかちっちゃいものが入る、ポケット、これ一番下まで通ってないんで A4 の、書類とか多分通んないと思いますね。これじゃあ後でちょっと入れてみますけれども、これがですね13インチの M1 の、MacBook Air ですね、13インチの MacBook AirM1 ですが、まずここね PC のこうね入ります、すっぽり入りますけれども、入るんですけど、これあれかって言ったのはですね、これ入れるじゃないですか、すっぽり入るのはいいんですけど、ここにねパソコンがねあるんですよ。もうちょっとね後で紹介するんですけど、これ僕今使ってるバックパックで、これミステリーランチのリュックなんですけど、これはね何がいいかって、このノートパソコンを入れた時にノートパソコンのこの入れたねここの部分が当たらないようになってるんですよ。そういう設計になってる、浮いてるんですよ。だからこの辺で当たるようになってる、そこにバックパックの底に当たるようになってる。だからバックパックをこうドンと置いた時にパソコンが絶対当たらないって設計になってるんですよ。これなってないんだよな。まあそうだよね普通してくれないよねっていう感じで、今ちょっとマイナス1ポイントです。ここですね PC がここに入って、ここにちっちゃいのがあるんですけど、ここにはさすがにこれは A4 の普通のクリアファイルなんですけど、これは
あ、入るけど結構ギリギリ、入るけど結構ギリギリなんで、まあクリアファイルとかに入れてるならいいと思うけど、普通の書類を入れちゃうともしかしたらちょっと折れたりするかもしれないっていう感じのもので、まあおそらくここは、書類というよりは、そうですね、 iPad mini とか、iPad も入るのかな、まあそのあたりのガジェットが入れられるようになってるんだと思います。バージョン1の時はこの仕切りが1個しかない、その PC しか入らないやつで、 PC を入れたところにそういう iPad とかを重ねて入れなきゃいけないから、もう PC が傷ついちゃうよねってことで、2枚の仕切りになったみたいですね。で、下段は、めくったところにここにメッシュがあって、まあ、何かが入れられるようになってる。まあパッと見た時にここに持ってくる時に、その届いて開けた時にね、パッと見た時に値段が2万3000円するんですけど、まあ2万3000円って聞いたらちょっと安っぽいかなとは思うんですけど、思ったよりは安っぽくないなと思いました。これ無印とかでも売ってるようなクオリティの素材感だなって、コーデュラーナイロンなのかな、なんですけど、なんかねちょっとね2万3000円かっていう感じのクオリティではあるかなと思います、正直なところで。ここがなんか牛革なんですけど、なんかね個人的には別に底面牛革にする必要ないんじゃないのかなって思うんですよね。牛革ってテカるし汚れがなんか目立っていくというか傷ついていくしみたいな感じ、こっちのね僕のやつ使われてないですよね、革なんて多分一切。その頑丈さを売りにしているコージラナイロンとかを使ってるのに牛革を使っちゃうと、なんか一種素材でちょっとおしゃれ感を出してるのかもしれないんですけど、逆にちょっと僕はまあおしゃれに感じるかどうかはそれ人それぞれだと思うんですけど、頑丈さを求めるならなんか僕はこのコージラナイロン、まあ牛革もね頑丈ではあると思うんですけど、なんか高級感をこれは出したいのか何なのかがちょっとパッと見た時に分かんないなって思いつつ買ってるんですよだからこのねこのコンセプトがすごい良さそうだなっていうことで買ってるんですよね。この上と下に分けれるっていうコンセプトが、公式のこれを作った方、制作の一人なのかな、このフロアパックバージョン2をですね、紹介している動画を、YouTube に上げられているんですけど、ここにガジェット系をちょっと入れて、パソコンとか入れて、でここにジム用品を入れるって言ってるんですよ。スポーツジムとかのジム用品は僕入れてますみたいな。で僕はシューズとかをここに入れてますって言うんだけど、多分ここにねシューズ入んないと思うんだよね。はい、ということでシューズ持ってきました。こちらがちょっとねシューズの大きさをちょっとなんかこのでかいの持ってきたんだろうってなっちゃうとあれなんで2つ持ってきたんですけど、こっちがですねいわゆるランニングシューズですね、アシックスのランニングシューズ。僕足がちっちゃくて25センチなんで、これ25センチなんでちっちゃいと思うんですよ。でもここにねこうやってねこれで逆にしてこうやってね入れたとしてもだ結構ギッチギチだよねってこれさあ、まあ入るけどさって感じじゃないですか。これなんかここがさ結構もっこりしてるし、いや入ればいいのかっていう、入ればいいのかな、なんかでもこれ入れちゃったらここにそのジム用のシャツとか T シャツとかねパンツとかハーフパンツみたいなのとか入れたら多分ね結構もうパンパンで大変なことになると思うんですよ。でまあこれがねランニングシューズなんでちょっとデカめですと。でこのねアディダスのスタン・スミスだったらまあ入るけど結構余裕で入るんだけど、それでもやっぱりこっち側はいいんだけどこっち側がすごいもっこりしちゃう。こうやって締めるとすごいもっこりしちゃう。なんだろうこれ、ここがなんかランニングシューズね、ジムで走る人とかだったらねランニングシューズだと思うんで、だともうシューズしか入んないよねっていう感じがしますこれ文句を言いたい動画じゃないんです別に。なんかねそれを言ってたのがこれ入んないだろって思ったから、これ今ちょっとねやっぱ入んないよねって、入るけど入んないよねって、いや入りますどっちなんだっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じです。で僕がねなんでこれを買ったかっていうところをですね話していこうと思うんですけど、僕がさっきもちょっと出したんですけど、今使ってるのはこのミステリーランチっていうメーカーのですね、
ディストリクト24っていうバックパックリュックサックなんですけど、まあ、これ使ってるんですよ。これねすごく便利で、あのもうもはやバックパックこれでずっといいんじゃないかなって使ってたんですけど、いや別にいいんですよ、これで全然いいんだけど、やっぱりねこの普通のリュックってやっぱ下の方に行ってしまったものを取るのが結構めんどくさいんですよね、やっぱり。まあでも下の方にはそんなに使わないものというか、まあ使うんだけど、まあ下の方に入れとこうかなみたいな。で、あとは僕このディストリクトシリーズがすごい好きで、ディストリクト4っていうのとディストリクト8っていうのを持ってるんですよね。こんなに持ってるのすごい、このミステリーランチがすごい好きで、僕なんならまだ他のミステリーランチのバッグとかあるんですけど、このね何がいいかって、このディストリクト4をですねバックインバックするんですよ。まあ、ちょっと僕がね日々使って持っていっているような機材がそんなないんですよ、僕ないんですけど、こんな感じでね、マイクだったり、これマイクね、マイクと電池とみたいな感じと、あとアクセサリーのやつがあって、これ GoPro が入っていて、でこれあの iPhone つけてねやる三脚につけれるやつとか、あとモバイルバッテリーと、あとこれケーブル類がね入ってるポーチと、あとは、まあ、今つけてる、ホーリーランドさんの、ワイヤレスマイク、こんぐらいなんですよ持ってくのが。こんぐらいなんだけど、こんぐらい大きいのを使ってて、まあ余裕もあるし、あとこの中にもねなんだかんだこういうちょっとしたあの雨具みたいなとかが入ってたり、まあ、あとこうちっちゃいミニ三脚が入ってたり、あとはなんかこうねモバイル充電器みたいなのが入ってたりとかするんですよ。でここにはまああのマスクとかね、あとはこういうちょっと作業するかもしれないっていう時にこうグローブが入ってたりとかするんですけどね、これは結構入ってていいんですよ。でこういうねケーブル類はそんな使わないんで下の方に入れて、で上にバックインバックでこう入れてるんですよ、こうやって上にこうやって。でなんでバックインバックしてるかっていうと、これあれだな、なんかドリップのフロアバックの動画じゃなくなってきてるんですけど、なんでこれ持ってってるかっていうと、だいたい僕撮影する時って車でその移動してたりするんで、車の中にこのリュック自体置いとけたりするんですよ。あとはそのサーキットとかだとその控え室みたいなところがあって、リュックとかはそこに置いておける。でリュックとか背負いながら撮影するとまあ別にいいんだけど重かったりするし、そのリュックの音とかが入っちゃったりとかなんかするかもしれないし、まあ、とっさの時とかに動きづらかったりするんですよ。あと車に乗り込まなきゃいけないとか、すぐね車の乗り降りしなきゃいけないとか、そういう時にやっぱりリュックを持ち歩くとちょっと邪魔になるしっていう時にバックインバックに入れとくと、これでじゃあここにマイクとそのね撮影の時だけ使うマイクと、まあ、あと GoPro だったら GoPro とみたいな感じでね入れて持っていけるんですよ。だからバックインバックが超便利で、でこのねディストリクト4がすごくねこうマッチするんですよ、ここにこうやって入ってでこの組み合わせはすごくいいなと思ってたんですよ。でまあこの8とかはね、あとこれだ、あの DJI ポケット2 DJI ポケット2も持ってますね。3はまだ買ってないんですけど、8はねこれはね入れられるんだけど、まあ縦になっちゃうんで全部占領しちゃうんで、まあ、8はねキャリーケースとかでキャリーバッグとかで移動するときに、まあ、持ってったりします。あとはもう本当にもう今回荷物全然これしか持ってかない、他は使わないなっていうときはこの8だけで行ったりします。なので、まあ、そういう使い分けをね、24、8、4っていう感じでね、まあ、4と24はもうほとんどバックインバックする前提みたいな、あとはちょっとしたお出かけじゃないけどっていうときはこれだけで行ったりしますしっていう感じですね、はいっていうのが今までなんですよ、今まで。でこれの欠点何かっていうと、やっぱりつい最近もやっぱ撮影行った時になんかやっぱ上から下にここに入ってるものが下に入ってるものが取りづらいなっていうのはやっぱ感じていて、であとね多分撮影する人、会社の往復じゃなくて撮影とかそういうことを仕事にしてるような人たちって多分ねその理想のバッグみたいなのを持ってるんだけど僕だけかもしれないけど、なんか常により良いバッグをね
探しちゃうんですよもっといいのあるだろうみたいなっていう風にね。だからあのミステリーランチの新作とか出るとやっぱり気になるし、これはどうなんだとかね、いろいろ見るんですけど、で見ていた中で最初にね、黒曜のバッグ見つけたんですよ。黒曜の同じようなコンセプトので、同じようなコンセプトなんですけど、ちょっと黒曜の方はね、この下がこうやってガバって開かないんですよ。確かなんかね、横からここしか開かなくて、ここ両方開くのかちょっとあれですけど、横しか開かなくて、こうやってやるんですよね。だからこうやって取るみたいな。なんでなんか、まあ、それでもいいかなって思ってたんですけど、そのね、国境の欲しいなって思ってた時にもっと探してたらこれ見つけて、でガバッと開くじゃん。そしたらこれね、今からちょっと詰めていこうと思うんですけど、これ多分バックインバックできるんですよ。あ、できるね。あ、できるわ。超ギリギリですけど、バックインバックできる。入る。だからバックインバックできるから、これはねかなり使い勝手いいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、ちょっと僕が日頃使っているこのセットをちょっと入れてみようかな。これこっちはねもう余裕で入るんですよ。でもこれ今見たらね、これ余裕で入んねえなって、あんまりあんまりこれ余裕で入んなそうだなってちょっと思い始めてきてるんですけど、ちょっとね入れてみましょうか。まあ、下はねバックインバックすること前提なんですけど、上にね、これ何がいいかっていうと、こうやってね、これの使い方として多分いいのは、まあ、僕のさっきの言っていたそのこのリュックはその控え室とか車の中に置いといて、これで移動するっていうのが、もしかしたらこれごと持っていくっていうに変わるかもしれないですよ。これ なんだろう、これコンパクトなんですよね、結構。で軽い、720g ぐらいしかなくて、こっちに 1kg ぐらいあるんですよ。やっぱね、これ持ち比べても重いんですよ。 こっちはね、ミステリーランチは重い、やっぱり。だそうなると、これをこうやってね、撮影の時にこうやって前にこうやってやってね、こう上が開くから、このね、ここからこう取り出してなんか全部できちゃうんじゃないかなって思うんですよ。じゃなくても、後ろに背負ってても、こう前にパッて出した時に、ここは 上だけの仕切りがあるから、ここでこう探しやすく、すぐ使うものだけ入れとくみたいな。だからこっちのディストリクト4に入れてたようなものを上側に入れてみたいな。これなんならこれディストリクト4上に入るんじゃないか。入るわ。あ、入る上にも入る。上にも入ったから、これもしかしたらすごいいいかもしれないすごいいいかもしれない。上に入れようと思ってたのをここに入れて、ここにもう全部入れちゃえばいいんじゃないか。閉まる、本当に閉まる、これ本当に閉まる。あ、閉まるわ。あ、これかもしれない、最強のバッグ最初にあんなになんか安っちいとかすごい言ってたけど、これかもしれない、見つけちゃったかもしれない。で、ちょっと入れてみましょう。じゃあバックインバックは上にするっていうのを前提にしてやってみましょう。マイクは基本的にやっぱこの持ち歩くんだったらこっちで持ち歩きたいんで、ここに入れるでしょ。で、GoPro はね、常に持ってないんですよ、別に。なんだろう、その車載で撮るとか、そういう時だけ持っていくんですよ。だから、これは、とりあえず置いといて、この辺のアクセサリーは、基本的に何かあった時に使いたいんで、これは下かな。だいたいこれも、ね、ミステリーランチの時もこれは下に入れてたんで。下でこれもケーブルも別に毎回絶対使うわけじゃないし、これなんならこれ GoPro の充電のためのケーブルとかが入ってる下で、このマイクね、マイクは上ですね。マイクは上で、こっちのね、ミステリーランチの時もなんだろう、ポケットに、バッグのポケットに入れてたんで、これも上段のこのメッシュのポケットのところに入れます。モバイルバッテリーも、まあ、このディストリクト4の中に入れます。でこれも、まあ、スマホの、ね、マグセーフのやつもディストリクト4の中に入れます。でこの DJI ポケットもディストリクト4かな。これやばい、これ最高かもえ、これ最高じゃない、これで入るでしょ。
で、あんまりね、僕ね、パソコンって持ち歩かないんですよね。なんなら Mac が好きじゃないというかね、Mac 買いたい買いみたいな感じなんで。で、下にこれとケーブルと、これなんなら、これもアクセサリー、なんならこれ GoPro も常に持ち歩けるな。え、これでもう僕が使いたいもの全部入った入ったぞ。これちょっとこれ開け閉めがちょっと止水ジップとはいえちょっとしづらい気がする。え、これ入ったんだけど全部。これ自立はまあするかな。え、これ結構僕の理想の究極のバッグな気がする。そんな気がしてきたそんな気がしてきて、全部入ったし、バックインバックもできてるし、まあバックインバックしてるだけあってちょっと上がねもっこりしてますけど。で、そう、ここのね、ここのところはミステリーランチの方にもね、これ上にあるんですよ。ここにこれ便利なんですよ。これ超便利で、なんだろう、中を開けなくてもここにこういうね、新幹線とか、あとまあ車の中とかもそうですけど、飛行機とかでね、すぐ使うもの、座席に座って荷物は上に入れたりしたいんだけど、すぐ使うもの、充電とかしたいからっていうケーブルはここに入れとくんですよ。ここに入れとくと超便利で、スッて取れるんで、もうここにはケーブルとか、あと財布とかね、しか入れないよって決めとくんですよ。そうすると、もう余計なものが入ってないから、ちょっとバックインバックしたせいで、ここが使いづらい。でも、こんな感じで入ってるんで、これいいかもしれない。めちゃくちゃ。あとは、実際に使ってみてですよね。あとね、ここの背面の、ここにね、ポケットがあります。これね、ここにね、スマホ入りますみたいな書いてましたけど、どうでしょうね。いや、まあ入るけど、まあ入るけど入ります。iPhone 14 Pro 入ります。でも逆にもある。こっちもかな。あ、こっちも入ります。はい、入ります。iPhone 14 Pro は、入りますね。で、あとは、こっち側ね、背中のこっち側に、こうやって開くペットボトルとかが入れられる、まあメッシュに、ここがメッシュになってるポケットがあって、これは、マグネットでこうやってパタンと閉じるようになってます。ちなみにこっちのミステリーランチの方にも、両サイドにですね、こうあります。で、僕はここにこのこっちにエコバッグを入れてます。このエコバッグがね、意外に効くんですよ。意外に、コンビニとか寄った時にさっと取り出してこれ使えるし、で、このね、ノースペースのエコバッグなんですけど、結構丈夫で、だから本当はこれもここに入れておきたいんだけど、入れておいたで、もっこりして、かっこ悪いんで、ちょっと、このエコバッグをやめるか、まあ、別の場所に入れるかですね。まあ、でも全体的に結構ね、こう買う前に、まあどうせなんかはいはいみたいな良さそうだけど、まあはいはいみたいな感じの出来かと思ったら、意外にいい。ただやっぱりね、こういう、やっぱさっき言っていた革とかは僕は使わなくてよかったかなって思います。僕はね、僕のブログにですね、今回話したこととか、いろいろまとめたりとか、あとは使ってみた感想なんかはですね、ブログの方に、追記していけたらなと思うので、僕の動画の概要欄にですね、ブログの URL ありますので、ぜひそちらを見ていただいてですね、合わせて動画、この動画と合わせて見ていただくと、よりこのバッグのことが分かったりするのかなと思います。まあまあいいね。うん。やっぱ上と下で分かれてるのが絶対便利だと思う。まあちょっとバックインバックできるものの、
バックインバックできるものの、まあ、ちょっと無理あるかなみたいなまあもうちょっと、なんならもうちょっとちっちゃいのがいいんだけど、まあまあちょっとこれで使ってみてかな。これはこれで便利なんですよ。やっぱりポケットがねこうやってあったりするんで、ここにね名刺とか入ってたりとか、あとねこれみんなね真似していいよっていうのが、真似していいよっていうか、テレビ朝日芸能のなんか撮影部みたいな方々の YouTube チャンネルがあるんですけど、これね僕真似してるのがこれ、その撮影部の方たちはこういうカードにガムテープを巻きつけておいて持ち歩くみたいなしてたんですけど、僕はねガムテープってあんまり使わないというか、使う時って車内のなんか GoPro の設置とかの、あとケーブル、その充電ケーブル這わせたりする時に使うぐらいなんで、僕はねこれ黒の養生テープこうやって巻いてるんですよ。カードに、いらないカードに巻いてるんですけど、これを持ち歩いてます。これです、超便利です。でこの養生テープ黒で目立たないっていうのとは、手で切れる、ね、手で切れない養生テープも結構売られてるんで、これはね確実に切れるんで、この養生テープ欲しい方はこれ動画の概要欄もしくはブログのところにも載せときます。ついでにこれね超いいんで、僕ね2個ぐらい 2,3 個買ったんですよ、養生テープ黒で。白とか緑は多分ね手で切れるのばっかりなんですけど、黒はねなんか切れないのがあったりしたんで、ちょっとこれ高いんですけど、この養生テープ、黒の養生テープは手で切れるっていうのを僕はねもう実証済み。切れます、これ剥がしてねやって手で切れるね。これも動画の概要欄に載せときます、はい。なのでこれをねこうやってね入れておくんです。そうするともういつでも固定できる。まあ若干ねもっこりしちゃうけれども、まあこれで一回使ってみましょう。まああとは耐久性とかね、この辺はちょっと心配です。なんかメルカリとか見てるとバージョン2のなんかこの辺のねファスナーが壊れてたけどみたいな感じで出品されたりするんで、耐久性はもしかしたらあんまり良くないかもしれませんがね。はい、まあこんな感じで、ドリップのフロアパックバージョン2、購入してみましたので、レビューしてみました、よろしければですねチャンネル登録や動画の評価、高評価低評価どちらでも構いませんので、ぜひ評価の方をお願いいたします。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。